先生隊みつの人を痛め続けて25年本気で痛い。詳しくは概要欄、メンバーシップも始めたよ。待ってるぜ。お尻の筋肉ってここからここまでくっついてるんですよ。でね、ここをしっかり緩めてあげるとかなり効果的なんですね。で、私がわざわざ説明するってことは、そう、痛いんですよ。メンバーさんこんにちは、門前整体光信です、ね、このやっぱりね横側のところってね誰でもね叫ぶ場所なのでやっぱり痛い場所なんですね。でここっていうのは大臀筋の筋肉の起死停止っていう場所をしっかりと緩めてあげているんですね。で今ねこれねやってるのはねもう1年前のやり方ですから、今奈良に来たらもっと半端なく痛いやり方になって変わってきてます。受けてる人は知ってるよね。さらにねもっと痛い悶絶整体マックスって言ってるけど、実は名前変えるのめんどくさいからマックスプロ2ぐらいに変わってきてます。わからないっていう人はまあわかんないままでいいけれども、かなり痛いで、まあ、話飛びましたけれども、ここね大臀筋の筋肉の起死停止って言って、筋肉の起死停止っていうのは筋肉がついてる場所っていうことなんですね。でその場所をしっかり押さえてあげることによって筋肉って緩んでくれるんです。でその緩んでくれる場所をしっかりとね、斜め45度の方向に角度に押さえていってます。で今これね前からしかやってませんけども、この進化バージョンが後ろ側から押さえていくってやり方になってます。でこのね今ね指でやりだしましたけども、指でやってる方法もねこれねかなり痛いんですけども、今の、2022年のバージョンはもっと痛くなってきてます。で受けてる人は知ってるはず、そうめちゃくちゃ痛いんです、本当に痛い、ギャーって叫ぶぐらいで、今ポッドキャストとかもね音声で耳を攻撃しようとしたりとかして、新しい試みをいろいろと門前整体光信のね、奈良県の方ではがっつりやってますから、これねなんでこういう風に、ね、話し出したかって言ったら、無料ではなくて有料にしたから、少しずつね情報はね全部出してもいいんじゃないかなって思うんです。今までだったら無料だからパクられまくってたんで、パクられまくることところにねこんな情報ばっかり喋っても仕方がないので、ね、有料だったらね何でも喋れます。有料だったらねみんなねクローズの空間ですからね、本当にねここをね抑え込んでやってます。でこの場所を抑え込んでいくと前頸骨筋っていうところがねビリビリくるような感じでめちゃめちゃ痛くなったりします。でそれが取れてくれるとね終わった後の解放感があるからこその門前整体光信なんですよ。だから他ね日本全国から来ていただけるし、すごく体が楽になっていくんですね。ほらもうグダグダになって動いてるけれども、あほら足今ブブンって振ったでしょ。これがね門前整体光信のすごいさ、わかんないけど私もう毎日やってるからね。はい、ちょっとこれで一旦停止をやっていきますね。でこの反対側もねやっぱり痛いんで、いいんですけども、今はね実はもっと本当にね門前整体痛めつけの方法しか考えていませんから、痛めつけるためのプロですから、そのためにね全力全身を使ってます。でこのね押さえ方だけじゃないんですよ。これ本当に1年ぐらい前の動画のやつを私ね編集しながら使ってますから、今のやり方って本当に違うね、受けてる人は知ってると思うんですけども、ここが痛いんですね。でここのまあこの左側の大臀筋っていうのの付け根になるんですけども、この場所っていうのは今だったら、ゴルフとかされる人だったらここだし、対人関係のストレスがある人だったらここだし、もうここなんですよ。ここをしっかり緩めてあげないと体っていうのは緩みません。でいろんなプロ選手とかお名前とか言えませんが、プロ選手もご来店になっていただいてるんですけども、やっぱりこの辺りなんですね。でここをしっかりと刺激してあげることによって、スポーツの結果も上がるし、体の疲れも取れてきます。でここをしっかり緩めてあげる、大臀筋の起死停止の部分をしっかり緩めてあげることによってね、やっぱり筋肉ってねガチガチな筋肉がゆるゆるになってくれますから、 かなり変わってきます。ここをねしっかり刺激してあげるとやっぱりね本当に楽になるんですよね。でよく座り仕事、運転、まあ、立ち仕事の人、まあ、どんな仕事の人でもこの場所なんですよ。やっぱりこの場所はねもうほらグダグダになりながらね、またさらにひしめくって押さえてるでしょ。この場所なんですね。ここの場所がね痛いって言ってもね、ストップって言わない限り絶対緩めないのが門前整体光信ですから、これをねしっかりやっていかないとねいけないなと思ってます。でねさらにねこれね本当はねこのクローズドの状態でも言えないぐらいの状態をねまた新しくやってたりするんですけども、それはあのご来店になった時のねお楽しみにしてください。あいい感じで終わってきましたね。以上門前整体光信でした。そうすると背中触るとほらだいぶ柔らかいの分かるよ。
しいけど、なんかマシだよね腰とか腰とかうん、なんか押された感があるよね、うん、というふうな感じなんですね、うん、だから足の疲れがやっぱり背中に上がってきてるって感じです、うん、で今がまだ時間ありますから、背中緩めていきますよ。